ジョン・パートリジによる肖像画の印刷写真。クリスチャン・フリードリヒ、バロン・ストックマール・フランツ・ウィンター・ハルターによる肖像画、1847年。クリスティアン・フリードリヒ・フレーヘルフォン・ストックマーは、ドイツ人の医師、政治家で、ビクトリア朝のイギリスで様々な事件に関わり、重要な役割を果たした。ドイツのコーブルクで、スウェーデン系の血を引く、ドイツ人の両親のもとに生まれた。 医師となるべく教育を受け、1816年に、ザクセンコーブルクゴータ公爵レオポルドが、当時イギリスの摂政王大使だった、ジョージの一人娘シャーロット・オーガスタ・オブ・ウェールズと、結婚した際に、レオポルドの児童となった。シャーロットは結婚の翌年に、男子を死産し、自身も死亡した。もし、彼女が生きながらえていれば、レオポルドは、イギリスの王廃となったはずであった。 その後もシュトックマーは、私的秘書、火星の検査官、政治顧問として、レオポルドに仕えた。具体的証拠はないものの、広く言われたところでは、シュトックマーの仕事の一つはレオポルドに叱るべき、愛人を用意することであったという。1828年には、シュトックマーの十枚であった女優で、驚くほどシャーロットに似ていたカロリーネ・ネバウアーが、レオポルドの愛人となったが、これは、 どのような意味でも、シュトックマーにとって歓迎できることではなかった。彼女は母親と共にイングランドに連れて来られたが、愛人関係は長続きせず、ほどなくしてドイツへ戻り、女優業に復帰した。カロリーネの死後、そしてレオポルド一世もシュトックマー男爵もすでに、この世にない時点に、彼女の回顧録が出版されたが、その中で彼女は、レオポルドと、 奇践結婚の契約を結び、モンゴメリ伯爵夫人の称号を送られたと主張していた。そのような結婚の証拠は何もなく、シュトックマーの息子も、そのような事実はなかったと強く否定した。レオポルドは、一時期ギリシャ国王の候補に挙げられた後、1831年に、ベルギー国王となった。以降、シュトックマーはコーブルクに住みながら、引き続き、 レオポルドに助言し続けたが、やがて、レオポルドの命により、顧問として、ビクトリア女王のもとに送られた。シュトックマーの最初の任務の一つは、レオポルドの老いにあたるザクセンコーブルク号多項しアルバートが結婚相手として、ふさわしいか、彼女に問うことであった。ビクトリアとアルバートの結婚の後、シュトックマーは、非公式な相談役となり、 ビクトリアの後継者である息子の教育などに当たった、ほか、いくつかの危機的状況に介入することになった。シュトックマーの回顧録は、メモワーズ・オブ・バロン・ストックマールと題して出版された。1848年、シュトックマーは、ザクセン・コーブルク・ゴータ公国から、ドイツ連邦の連邦議会へ派遣される大使となった。シュトックマーが、イギリス政界で目立つ存在であったことは、 アルバートによるイギリス政治への介入とみなされた者への反感を招くことになった。シュトックマーはザクセン王によって男爵を受釈された。シュトックマーはコーブルクで没した。シュトックマーは1832年8月にファニー・ゾマーと結婚し、夫妻の間には3人の子供が生まれた。ありがとうございます。